吉谷さん、確かに吉谷さんの言うことも一理あるんですけども、前回私がね取り上げたその指定席と自由席のテーマなんですけども、その価値が分かる人は指定席の方がいいんじゃないの、その価値が分かんない人はいや別にどっちでもいいんじゃないのっていうことでまとめられてたんですよね。まあ、ですんでやっぱりね、車のシートでも例えられてましたけども、私最初にね Y33 のグロリアに乗った時にね、お椅子違うなと思ったんですよ。でそれまではねコロナに乗ってたんですよね、あのトヨタのコロナもまあいい車だと思うんですけども、大衆車なんですよね。で私が感じたのは、あシーマ欲しいな、グロリアいいなとか思ってた、セドリックいいなと思ってたところで、それが手に入ったから、いややっぱいいなと思ったんですよ。だから求めるものが手に入った人はそれをバイアスが働いてるんですよね。いいもの手に入れたみたいなね。いやドリアカでもありませんか、ずっとねドリアカ入りたいなと思っててやっと入れたバンザーイっていう人と、ドリアカなんかよくわかんないけど安い時に入れてよかったなみたいな人とね、捉え方また違うと思うんですよ。まあ、だからねその価値っていうの感じ方はそれぞれなんで、吉谷さんはどこでも変わんない、まあひろゆきさんもどこでも変わんない、それもそれであると思います。でも中にはやっぱり高い価格のものにはそれなりの価値が反映されているというふうに思って、その価値を取り出すのが上手な人、その価値を感じるのが得意な人もいるんですよ。そうなると安いものから価値を吸い取ることが難しかったりするんですよね。でも実際価格に差があるってことは単なる値札が違うだけではなくって、サービスとかね、それからそこに込められたいろんな備品とかにも違いがあると思うんですよ。で私ね日本全国回るときにマイカーだけでは無理なんで、東北は電車で回ったんですよ。特急とかで行くんですけど、飛行機とかね、やっぱり違うなって思うのは車じゃない、新幹線ですね。もう名前忘れたんですけど、どっかの新幹線、これ動画にも撮ったんですけども、どっかの新幹線でなんかべらぼうに高いやつがあったんで、それ乗ってみたんですよ、指定席。したらなんかね部屋みたいなんですよ。で完全に一人掛けの椅子かペアの椅子しかないんですけども、こうやって座るとここにマイクがあったりとかねでなんか係員呼び出すんですけども、係員の方がなんかその車両1個にね席が10個ぐらいしかないんですよ。でしかも10個が埋まってないんですよ。むちゃくちゃ快適、むちゃくちゃ静かで、サービスの女性が2人そこに在駐してるんですよ。でなんか知んないけど時間になったらね、お寿司かお肉どっちがいいですかって聞いてきて食事が出るんですよ。でワインもこうくれるというね、おいおいすごいサービスだなと、ファーストクラスかよみたいな感じでしたね。もう寝るのがもったいないんでずっと起きてましたけども、でも心地よくて寝ましたいやすごいなと思いましたね。さすが高いだけあるなと思いました。でそれは多分ずっと私の中に残ってるでしょうね。実際こうやって人に話してますしね、今ね。ちょっとどこの どんな新幹線か忘れたんですけども、いやすごい旅だったなと思いました。うん、でも普通の指定席だといちいちそんな話しないですよね。この前新幹線のさ指定席に乗っちゃってさとかね、いやグリーン車に乗った話もしないですよ。いやこの前グリーン車に乗っちゃってさって言わないですよね。でも抜群のとこだったなと思ってた。グリーン車がもう本当にね子供のシートに見えるぐらいのサービスでしたね。まあというねものもあるんですよ。私に車で言えば40年前のねトランザムなんて車乗ればね、こうですよ、ガタガタしてネジが外れるんですよ、振動で。でも当時の車はそんな感じですよね。ショックアブゾーバーなんてついてないですから、本当になんかこうタイヤがあってエンジンがあって重量が重くってガタガタ動いてるみたいなね、車酔いってのもその頃あったんでしょうね、きっとね。でも私はずっとそれが欲しかった、乗りたかった新幹線、乗りたかった車だからこそ、そのなんていうの、めんどくさいところも価値に転換してるんですよね。いやまた壊れちゃったよみたいな感じでこうやってね、な直さないといけないなみたいなね、喜んでるんですよ。でも新しいプリウスがいちいち故障してたら、なんでプリウス欠陥品だよとか言ってね、暴走するよこのプリウスみたいなね、なっちゃってたと思います。まあフレンチに急がないといけないかなっていうところもありますけどね。あたまそういえばね、例の池袋暴走事故、いまだに無罪主張してるらしいですね。全ての証拠が揃ってもう言い逃れができないところまで行ったのに、いや私がやってることは間違いありません、
やっぱ車が不具合です、車が悪いんですって言い張ってるらしいんですよ。そうなんだ、そうなんだなと。無罪を主張する権利が加害者にもありますからね。まあ何に自分の人生に価値を抱くか、人を殺しても跳ねても罪の意識を感じずに自分が無罪だと言い張ることによって人生を全うしたいのかもしれないですね。ということで何しようかな、タイトルね、勝ち組にしておきましょうか。いってらっしゃい。